よいしょ。はい、こんばんは。4月20日土曜日午後10時30分を回りました。4号頻号の夜、第704回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、まずね、ちょっと、一点、お詫びを、しないといけないことがございます。すでにも YouTube の方でも動画をアップしておりますし、まあ、この放送でも昨日かな、その前かな、お話をしました。この撮影機材の件なんですね。まあ、この撮影機材を、車のフロントガラスにつけてちょっと、撮影テストを行ったんですが、まあ、ある、ユーザーさんから、僕の動画を見ていただいた方からですね、Twitter で、メッセージが来まして、道路交通法違反じゃないでしょうかという内容でした。まあ、厳密に言うと、道路車両運行法だと思うんですよね。道路車両運行法に関すると、ちょっと、これやばいというかグレーな部分にあるということなんで、まあ、今後、車内での撮影に関しては、まあ、この、撮影機材を使わない方法で、まあ、誰かに運転してもらって、僕が助手席でカメラを持って撮影するというような方法に、まあ、切り替えたいと思います。申し訳ありません、ということで、これは、車以外でのバスでね、まあ、こんな風にしてどっかに台に固定をしてインタビューなんかで使う時の、機材としてね、今後、使っていきたいと思います。はい、大変、失礼しました。申し訳ございません。はい、ということで、今日はね、何をお話しようと思ったのかな。あ、YouTube とアプリというタイトルにしてるんですが、YouTube と言いますか、Google がですね、今月から、収益システム、Google の AdSense の収益のシステムがちょっと変わったんですね。これまでは、Google の、AdSense の収益に関しては、僕はGoogle の、ブロガーを使っている、あと YouTube を使っている、あとホームページにも、バナーを貼り付けて、そこから、Google AdSense の収益を得ているんですが、これまでは全部合算をして、Google AdSense のサイトで、収益の様子を、見ることができました。それが、この4月1日から、年度替わりから、YouTube は別になりました。YouTube は、YouTube のアナリティクス、そこで、見てくれということで、システムが変わっちゃったんですね。で、まあ、YouTube のアナリティクス、ここにもあるんですけれど、アナリティクスはですね、これが、なんて言いますかね、ドルで買えてるんですね。円じゃなくてドル。なんかドルで見ないといけないので、ちょっとね、まあ、画面からは見えないと思うんですが、ドルで買えてるもんですから、ちょっと収益的には、って一回一回その、レート換算をしないといけないのかなという感じで、本当一緒に統括してまとめてあった方が、分かりやすかったんですけれど、別個になっちゃったんで、一回一回これ YouTube と、Google の、AdSense と、両方見ないといけないというのが面倒くさいという点がありますね。それとあと一点、なんかね、収益システムに不具合があるのか分かりませんけれど、クリック数とかは、まあ、従来通りの、数が上がってきているんですが、それに比例して収益が増えてこないと。結構ブログなんかでも、クリック数が増えて、いろんな方から、見てもらっているんですが、クリック数に応じた、収益が伴ってないんですね。ずっと1円で終わったりしてるんですけど、実際ブログ見ると結構ね、記事が読まれているんですね。問題はクリック単価の方にあると思うんですが、クリック単価を見ても、まあ、従来とあまり変わらない単価で推移しているんで、おかしいなというところですね。システムの変更によってちょっと収益に不具合があるのかなという声が、Google のフォーラムの方にも結構上がってきております。まあ、ずっと収益の、数が伸びていないとか、
ずっとも止まったままでいるとかね、おかしいという声が上がっているんで、システムの変更による、不具合があるんであれば、これはね、収益に関する問題なんで、早急に原因を追及してね、もし問題があるんであれば、改善していかなければ、これは僕ら、が損をするということになっちゃうんでね、そういうことがないように、ちょっと、Google さん、対応をよろしくお願いしますということで、かなりね、推定総収益ということで、円が安くなったということで、結構収益が増えてきてるんですよね。これ円安傾向ってやっぱりいいのかなという気はするんですが、今月どのくらい、収益が上がるのか、楽しみにしたいと思います。それと、この前は、僕の、記事が、グローバルボイスという、世界中の市民メディアの、記事や情報を集めたサイトの方で、紹介されました。すいません。で、今回はね、また海外から、ここに書いてますように、海外から Android アプリのレビュー動画を作ってくれっていうリクエストのメールが来ました。海外からメール来るってたまに YouTube の方ではあるんですよ。ただ、なんていうかね、迷惑メールが結構多いんですけれど、今回来たのはブラジルの方なんですけれど、リクエストって、レビューリクエスト、Android アプリということで、レビュー動画を作ってくれっていうリクエスト来てます。もちろんお金は発生しません。ただ単に、作って、その再生回数が増えれば、僕の方にその収益が入ってくるっていうのと、そのアプリを作った方も自分のアプリを、使ってくれる人が増えてくるんで、そこで収益が発生すると思うんですけれど、実際そのアプリ作ったページ、 Google プレイの方に行ってみたんですけれど、率直な話、あまり使わないなというようなアプリだったんですが、せっかくリクエスト来てますんで、実際そのダウンロードしてインストールしてみて、使ってみて、レビュー動画を作るに値するものかどうかっていうのをね、ちょっと、判断しないといけないかなと思ってます。ブラジル、ちょっと日本の反対側のブラジルから、メール来たということで、結構皆さん、僕のレビュー動画を見ているんだなと思いました。まだね、日本では誰もコメントがついていないんで、まだ、ダウンロードの数が、少ないんですね。だから、日本でもこのアプリを使ってほしいということで、多分依頼が来てるんじゃないかなと思うんですが、こんな風にね、海外から、依頼が来るっていうのは非常に嬉しいんですけれど、それに見合うような収益が入ってくればね、どん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 頑張って、レビュー動画を、作っていけるかなと思ってます。アプリ開発者はアプリを一生懸命作る、それを僕らが、レビュー動画で宣伝するというビジネススタイル、モデルができると、非常に面白いなというふうに思っております。海外のアプリを日本で紹介するときに、やっぱりネックになるのが英語。英語をね、あまり勉強はしたけれど、使うことがないんで、いくら勉強しても使わなければダメなんですね。ですんで、使う機会としてね、YouTube を通して、もう一回英語を勉強して、いつでも英語を使えるように話せるようになりたいなというふうに思ってます。一番いいのが、Google プラスのハングアウトを使って、ネイティブスピーカーの皆さんと、英語の勉強をすると。僕が日本語を教える、僕は英語を教えるっていうのがいいんですけれど、英語があまりわからない人間が、相手に日本語を教えることはできないんで、ちょっと難しいかなと思うんですが、そういった、コミュニケーションを取るっていうのは非常に大事かなと思ってますんでね、ちょっと、海外から来たメールは全て怪しいメールというふうに思ってしまうんですけれど、実際 Google 翻訳で届いたメールを、読んでみたんですけれど、真面目な方だなということで、
まあ、海外からやってくるメールが全て悪いというわけではありませんのでね、Google 翻訳で、ロボット翻訳ではありますけれど、大体相手の方が言ってる意味が分かりました。ただそのアプリが果たして本当のアプリか、まあ、アプリを疑ってはいけないんですけれど、権限とかね、全然関係がないアプリなのに、なんでその電話番号とか、GPS の機能とかついてるんだっていうのがあります。この前も Google プレイで3万5千件ほど、悪質というか、あとセキュリティに不具合があるようなアプリを削除したというニュースが流れてましたけれど、まあ一応 Google プレイに今でもあるということは、まあその、セキュリティに関しては問題ないんだろうなと思うんですが、ちょっとね、ネットで、この、アプリの、評判を聞いてから、自分もダウンロードして試してみたいと思います。ただ、ブラジルの方がね、日本人の情報、入手する、まあカード情報とかね、個人情報とか欲しいんだろうなと思うんですが、まあ、そこまで疑っちゃうと何もできないんで、まあ、純粋にレビュー動画作ってくれっていうリクエストにお応えして、ちょっと、後からダウンロードして使いたいと思います。まあ、それと、さっきも言ったように、レートの換算が必要なので、さっきも、スマートフォンで、通貨レートを計算するアプリをダウンロードしました。まあ、そういったね、まあ、日本にいながら世界のことも考えていかないと生活ができないということですね。なんでドルに日本は影響されるんだと。日本円とドルの関係っていうのもね、まあ、めんどくさいんですけれど、まあ経済的にはそんな仕組みになってますんでね、まあもっと円安になれば喜ぶ企業もあるだろうし、苦しい企業もあるわけであってね、また、一喜一憂しながら生きていかないといけないというのも大変なのかなと思いますかね。はい、ということで、まあ面白いなということでございます。あとは何を話するか、そのぐらいかな。ということで、あまりお話をすることは今日もございません。まあ昨日ね、あれこれと、まあ、愚痴みたいなことを言っちゃったんで、まあ、今日は早めに、放送を終わりたいなと思います。今からそのブラジルの方から依頼があったアプリをちょっと、調べて、レビュー動画を作るかどうか確認をしてみたいと思います。はい、で、アプリ開発者の皆さん、アプリ作った後の、レビューに関してはね、レビュー動画を作りますんで、どんどん、ご依頼をお願いします。逆に先に動画を作ってから、後から開発者からありがとうございましたってお礼があったのが、おしゃべり秘書。おしゃべり秘書の方からお礼がありましたね。それと、ウールソフトのね、なんていうかな、韓国製のやつ、ちょっと名前が、ど忘れしましたけど、そこの会社からもお礼が来ました。お礼のメールがね、来ました。そんでも勝手にもレビュー動画を作って、YouTube で配信してますけれど、特に、何だ前はこういう動画を作ってというようなお叱りはまだ一件もございませんけれど、これからも、慎重に用心しながら、動画を作っていきたいと思います。はい、ということで今夜の、4語頻語な夜、第704回この付近で終わりにしたいと思います。今日はね、宮崎は、雨が降っております。今もしとしとぴっちゃんと、雨が降っております。明日もね、晴れるということでね、明日は、日曜日、何をしようかなと考えているところでございます。はい、明日もね、同じ時間帯に放送しますんで、お時間がございましたら、どうぞ明日もご覧ください。それでは、失礼します。